の所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル、今日の担当はあいみです。今私はですね、なんとアドアーズ秋葉原店さんに来ています。やったー。ここで何をするのかと言いますとですね、じゃーん、クレーンゲームでございます。友達とかとご飯行った帰りにゲームセンター寄るっていうのは定番なんですけど、私は実はクレーンゲームが特技っていう風にね、事務所のプロフィールに書いてたこともありまして、それを今日は披露したいと思います。で、何を取るのかと言いますとですね、こちらにあります、じゃじゃじゃーん、はい、バンドリガールズバンドパーティーアクリルパスケースでございます。こちらね、5バンド分あるんですけど、今日はポッピンパーティーのを撮りたいと思います。こちらの景品ですね、アドアーズさんとセガさん限定ということで、時期としましては8月10日から12日にガルパ夏休みに合わせて先行展開、秋葉原のアドアーズさんとセガさんで先行展開されるということで、そして8月の13日からは全国で展開されるということなんですけれども、今日は先行して撮っていきたいと思います。しかも撮ったら自分のものにできるらしい。これはガチで撮りに行きたいと思います。ちょうどないんですよ、パスケース。よくね、IC カードを落としちゃうんですよ。落としたり、お家なくしたりして新しいの買って、家に5枚ぐらい IC カードあった時あって、いかんので、ちゃんと管理するためにも絶対パスケースゲットして帰りたいと思います。それではやっていきましょう。それではレッツバンドリ。このタイプはなんか、あのリングのキワキワを狙っていくみたいなのをさっき店員さんに教えてもらいました。よっしゃ、おー、いいんじゃないでしょうか。おー、動いた動いた。これをなんか左右繰り返していくと落ちるっていう噂です。よっしゃ、バネ特技っていうだけあるから、ちゃんとね、しっかり取っていきたいと思いますよ。お、いいんじゃないですか。動いてる動いてる。よっしゃー、しっかり取っていきたい。よいしょ、あ、これは、あ、いけるいける。おー、え、これ本当動いてんのかな。でもよいしょよいしょ、あー、引っかからなかったけど、なんか逆にめっちゃ動いた。よっしゃ、この調子でいけ、この調子でいけばいけるはずだ。あれ、これはこれどういう状況、これどうしたらいいの、これは、あれ、これもう一回奥の方、もう一回奥の方、向かうこの方、ここと、あ、あー、イエーイ、取れたー。あー、よかったよかった。よいしょ、取れました。それでは今から開封の儀を行いたいと思います。え、こんな大きい、あ、これはいい、しっかりしてはるわ。あー、かわいい。それぞれのカードイラストが、しかもみんな違うやつが、かわいいやつが、あ、ありがたい。この伸びるゴムパターンのやつね、これあれなんですよ、カバンにつけられるから。わー、嬉しい。これしかもなんか飾りたくなっちゃう感じのやつだ。わーい、ということで無事取れました、イエーイ。さあ、こちらの景品はですね、全国のアドアーズさん、セガさんでゲットできるようになります。なのでぜひ皆さんもですね、ゲットしてくださいね。というわけで今日はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひ気に入ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。あー、撮れてよかったですね。ということで今日の担当はあいみでした。